諸君らも知っての通り、新幹線はこのスピード時代に必要不可欠な日本の東西を結ぶ交通の要。しかし敵インベーダーは新幹線が東京、大阪、京都、名古屋など全国主要都市を通ることに目をつけた。光号に偽装した怪ロボットを作り、誰にも気づかれることなく各都市に大ダメージを与えるつもりなのだ。敵はすでに偽装された新幹線ロボを東京駅に運び込もうとしている。これを君たちの手で破壊してほしい。はじめまして、司令の秘書を務めます落合恵子と申します。私から出撃前の準備について説明します。はい、それでは説明します。でしたっけ。そうそう、出撃前の準備でしたよね。まず戦いに入る前に隊長さんが作戦に参加する出撃メンバーを選んでください。出撃できるメンバーは通常の場合隊長を含めて3人までです。それ以上のメンバーは選べません。戦いによっては2人だけ、あるいは隊長1人だけの場合もありますので、任務の説明をよく聞くようにしてください。残ったメンバーは待機任務につきますが、戦っている皆さんの状況はテレビモニターを通して見ていますので、戦いに参加したメンバーより少ないながら経験もたまり、徐々にレベルも上がりますのでご安心ください。あれ、何でしたっけ。言い忘れたことがあったような。そうだ、思い出しました。戦いの際のダメージ回復についてです。皆さんの頭上を補給部隊の YS-11 輸送機がいつも旋回しながら待機しています。もし体力が減ってしまった時などは通信を使い、輸送機から救急パックを投下させることができます。救急パックの数は無制限ですが、通信の命令は隊長しか使えませんから気をつけてください。あと何か言い忘れたことがあったような気がしますけど、とりあえずこれだけしておけば大丈夫。あとは戦いの中で少しずつ覚えていってください。それじゃ頑張ってください。忘れるところでした。今後作戦に参加してくれる補給部隊のメンバーを紹介しておきます。またお会いしましたね、先輩。驚きましたか、先輩。上空で待機する YS-11 輸送機は実はあっしが操縦するんでやんす。及ばずながら先輩たちの手助けをさせてください。通信いつでも待ってるっす。よし、
メンバー選択後、敵の待ち受ける東京駅に急行してくれたまえ。そこが君たちの戦場となる。出撃せよ、ゲートキーパーズ。